ロバート・キース・ディブルことロブ・デイブルはアメリカ合衆国コネチカット州ブリッジポート出身の元プロ野球選手。ウト右ミギウチ。現役時代は大きなモーションから時速99マイルの高速球を投げた救援投手だった。1983年の MLB ドラフト一巡目でシンシナ・ティレッツに指名され契約。メジャー昇格までは5年を要し、 1988年6月29日のサンディエゴパドレス戦の7回表から登板し、メジャーデビューを果たす。結果は2イニングを投げて無失点だった。持ち前の合速球で中継ぎ投手としての地位をすぐに確立し、その年は59回1、3を投げて59奪三振を記録。1989年7月4日のタイパドレス戦の8回に、 メジャー史上二十二人目ナリーグ史上十四人目の一イニング3者三級、三振を達成。この年は七十四試合に登板して十0勝も入り、西部、防御率二点零九、九十九回を投げて、脱三振百四十一は、脱三振率十二点八二という5腕ぶりを見せつけた。九百九十年には、ランディマイヤーズ、ノーム・チャールトンと共に、 ナスティーボーイズと呼ばれる、速球波球遠投主人を形成。この年も68試合に登板して8勝3敗11、セーブ、防御率1.74、98回を投げて、脱三振136と活躍。MLB オールスターゲーム初出場を果たす。チームの地区優勝に貢献。ピッツバーグパイレーツとのリーグチャンピオンシップシリーズでは、 マイヤーズと共に MVP を受賞し、チームをワールドシリーズに導いた。オークランドアスレチックスとのワールドシリーズでも第2戦で勝利投手となり、チームの4連勝でのシリーズ制覇に貢献した。オフには日米野球でメジャーリーグオールスターの一員として訪日した。1991年には先発に転向したマイヤーズに代わってクローザーとなり、 31セーブを挙げ、2年連続で MLB オールスターゲームに出場。この年も82回1、3を投げて124夏三振。1992年も25セーブを挙げるが、翌1993年に防御率6.48の乱調で19セーブに終わった。腕の故障で1994年はシーズンを棒に振り、1995年は、 シカゴホワイトソックスと契約するが、それまでほどは三振を奪えず、逆にイニングの倍値開始球を与え、16試合の登板で防御率6.28でシーズン途中に解雇。ミルウォーキーブルワーズに移籍するが、ここでも15試合の登板で防御率8.25という散々な成績で、シーズン終了後に解雇。1996年はフロリダ・マーリンズと契約するが、 再び故障し、当番のないまま解雇され、現役を引退した。レッツ時代には、ボールを外野席に投げ込んで観客の女性を骨折させたり、1991年に、ヒューストンアストロズのエリック・イェルディングと乱闘を起こしたり、プレー中に、ベースで工作した、シカゴカブスのダグダ先祖にボールを投げつけたりと問題を起こした。当時の監督ルピネラとも、喧嘩となり、 ピネラからは、お前は、大人扱いされたくないのか、と怒鳴られた。また、試合中ユニフォームの袖が破れて、相手チームからのクレームがついて、投資コーチのユニフォームを借りて投げて、セーブを記録したことがある。貸したコーチは、俺が19年ぶりにセーブを上げたと、デーブルのピッチングを含めて喜んでいた。現役引退後、1998年に ESPN の解説者となる。 解説者になってから、一郎の成功に対しては、否定的で、2001年2月20日に、シアトルの新聞紙上で、もし一郎が、首位打者を取ったら、ニューヨークのタイムズスクエアを裸で走ってやる。3割打てたら、それだけでも競泳用水着で同じことをする。と公言。果たして一郎は、首位打者ばかりか MVP まで受賞し、タイムズスクエアをすっぱだかで一郎の背番号を。 51のタトゥーシールを貼って走り公約を果たした。レッツ時代の監督、ルーピネラは、この年6月22日に、そろそろ日焼けの準備をしておいた方が良いぞ、と、ディブルに語ったという。2002年には、一郎が4割を打ったら、お尻丸出しのパンツで、東京を走り回ると公言。一郎は、その後4割を記録せずに2019年に引退した、ため、 こちらの公約は果たすことなく終わった。ありがとうございます。